差別信号場は、北海道釧路市四別長尺別にある、北海道旅客鉄道根室本線の信号場。電報略号は約、1977年の差別駅と、周囲約750メートル範囲。右上が、根室方面。貨物取扱廃止及び無人化後の姿だが、 駅裏の副本線が残され、レールの状態からそれなりに使用頻度があったと見られる。その外側には、オス別単行弱別線の規制跡がくさむして残されており、第二次世界大戦末期に撤去された転車台の跡は、その後、単行構内の単人爆発を防ぐ目的で、試験的に創業した岩墳工場の沈殿層として短期間再利用されたが、その後は、 現在も残っている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北日本工業が差別炭鉱運搬軌道向け分岐線設置予定地点に1919年7月13日付で信号所設置を願い出たことにより貨物駅として開設され、その後旅客を扱うようになった。 なお、オス別炭鉱弱別線は1961年の一般開放後も、貨物は当駅で接続していたが、旅客は約400メートル離れた車弱別駅が接続駅であった。その後、弱別炭鉱は1970年に閉山となり、2019年3月16日に旅客取扱いを廃止し、信号場となった。旅客営業末期の駅番号は、 K44、所在地名より、現在の差し別側を指すアイヌ語に由来するが諸説ある。説としては、以下のものが挙げられている。夏、川を表す、サペ、ない、川を表す、サペ、乾かす、川を表す、サッテペ、乾く、川を表す、サペ。これらの名称の由来は夏にこの川で食料を得たため。 夏にその水が乾くため、水が少なく、酒ますが遡上しなかったためなどと推測されている。二線を有する列車交換型の信号場。旅客営業当時は、相対式二面二線のホームを持つ地上駅であり、温別駅管理の無人駅であった。オス別単行弱別線が運用されていた頃の構造は、 抽選を許する相対式ホーム2面2線で、駅舎自別側に、貨物ホームと引っ込め線、本線駅裏側に、オス別単行用の留置、仕分け用、側線5本及び木回し線1本が、釧路側から分岐、木回し線の車弱別駅寄りに、転車台を有した。駅舎は1953年完成の2代目が、現築 回収などを経て、駅廃止まで強用されていた。炭鉱閉山以前は1日に2000人を超える乗降があったとされる。シャイダの家民家が数軒ある。かつては、炭鉱の社宅や国鉄館舎が並び、2019年3月16日付の朝日新聞記事では、元住民の証言として、蒸気以外に、食料品店、旅館、パチンコ店などがあったことを紹介している。 このほか1966年3月10日に駅前に簡易郵便局が設置されたが閉山後の1971年3月1日に廃止されている。釧路市立博物館では廃止になった駅や簡易軌道などの調査と研究を行っており記録や資料、証言を収集している。2019年3月16日の差別駅と 自家別駅の廃止に合わせ、同年3月2日から4月6日、同館常設展示室内において、ミニ企画展、尺別駅と自家別駅が開催され、両駅の駅名表や時刻表、行き先印などが展示された。また、同年9月15日、展示内容とその後の調査結果などをまとめた、ブックレット、尺別駅と自家別駅が刊行されている。 差し別液に関するカテゴリー、ありがとうございます。